皆さんこんにちは、メジです、もう真夜の話をする気満々です今日はねスーパーマリオオディシーの話したいと思います。まあこのゲームがね結構ね話題になってるんですね。面白いからねみんなこう大体評価いいですよね。私もね似たようなことを言うかもしれないんですけど、このゲームめちゃくちゃ楽しいです、このゲームまあ先週ぐらいね、まあ、1週間ちょいねから発売されたんですけど、僕がちょっと我慢してすぐ遊ばないようにしてたんですけど、なんかいろいろと仕事忙しかったからこのゲームやったらまずいんじゃないかなと思ったんですが、先週の水曜日ぐらいか木曜日ぐらいにやりだしてもう止まらないですね。もうこのゲームをクリアするまでに、まあ、メインシナリオをクリアするまでにもうひたすらがもうずっと遊んでたんです。これのせいで結構ね寝不足な一日が続いてますでクリアしてもこれからです。本当にいろんなものがあるんですけど、でこのゲームをプレイするまでにまあ3週間前とかにねこのゲームを待ちつつ、懐かしいのスーパーマリオ64と、スーパーマリオサンシャインとスーパーマリオギャラクシー1 and 2を出してちょっと遊んでたんですね。ちなみにねフランス語でゲーム実況のライブやったんですけどね、このスーパーマリオ64でひどいことだったです。喋りながらメッセージ読んでプレイするのはもう完全にパニックった。なので日本語でもやりたいんですけど、結構日本語喋るのにだいぶ頭使ってるのでえらいことになりそうんですよね。まあいつかやりたいです。でこのスーパーマリオ64ですが、1996年で発売されたんですけど、すごい衝撃的でしたね。当時はもうすでに僕はスーパープレス、まあ、プレイステーションとセガサタンでもすでに遊んでたので、任天堂64が出た時に、まあ、グラフィックを見た時そんなこうやりたいなっていうことにならなかったね。正直当時はプレイステーションの方がグラフィック綺麗かなと思ったんですが、このスーパーマリオ64を遊んだらもうハマりましてね、考え方は一気に変わりましたね。なぜかっていうと、当時ねこのゲームがいろいろと新しいアイディアをねもたらしたんですね。特にねその 3G の世界でこんなに自由に走ったりとか飛んだりっていうことはやっぱり初めてですね。他のもちろんプレイステーションとかでそういうようなプラットフォーム 3D プラットフォームがゲームが存在してたんですけど、特にクラッシュボンディクーとか、でもクラッシュボンディクーの場合はだいたいこう道決まってる道でしか走らないとか、あとは横でとか、まあ 3D なんですけどそんなに自由に遊べないなので、これは初めてでこんなに遊べる、まあ自由に遊べるし、あとはこのゲームの目的はまあパワーストーンを集めることの、パワーストーンじゃなくてパワースターを集めることなんですけど、その集めり方が全然自由でもう好きなようにゲームまあ、ステージがクリアできるので、それがすごい新しかったですね。あとはねもう一つの革命のはこの 3D スティックですね、まあ、いわゆるにアナログスティックです。これはね家庭用ゲーム機では任天堂を初めて採用したんです。また任天堂ね初めて革命を起こしたんですね。で当時がね僕はずっと方向キーに慣れてたので、こう押す力によってキャラクターがゆっくり歩いたりとか走ったりとか、もう本当にね斬新でしたね。結構緊張しながらね遊んでたんですね。でこれね周りをねまた新しい、まあ、面白いアイデアなんですけど、これはしっかりね使ってちゃんとね周りがゆっくり歩いたりとか走ったりはできますし、あとは敵の前でゆっくりね寝てる敵の前でゆっくり歩いと音楽が変わったりとか、これもまた新しかったんですね。まあとにかくいろんなアイデアがあったんですね。でまあ 3D スティックなんですけど、確かにねパソコンは90年代の終わりぐらいねアナログスティックが誕生したんですけど、そんなにね有名じゃなかったから、家庭用ゲーム機ではこんなにこう人気したのはやっぱ任天堂、その後にセガサタンのナイツっていうゲームでまあ、アナログスティックを採用したコントローラーが出たし、その後にプレイステーションのジュアルショックが出たんですね。特にそのグラントリスモでまあ印象が残ってるような気がするんですけど、まあとりあえずこのスーパーマリオがすごい楽しかったし、まあ、マリオサンシャインもそうだしマリオギャラクシーもそうなんですけど、やっぱスーパーマリオ64が楽しかったから、果たしてこのマリオオディシーはどれほど楽しいのか、
この伝説のゲームを超えるなのかっていうことですがね、難しいです。まあとりあえずこのゲームのシナリオなんですが、驚かないでください。なんとクーパーがピッチュ姫をさらった、うん、またかね来れないね、クーパーが本当に諦めないですね。しかも無理やりねピッチュ姫と結婚しようとするんだな。立ち悪いなこの人。もちろんねマリオが黙ってられないんですね。だからマリオがね今回も世界を駆け抜けてピッチュ姫を、まあ、の危機を助けようとするんですね。でも今回は一人じゃないんです、キャッピーという母子が一緒にね冒険します、まあ、キャッピーの妹が、クッパに触られたので、まあ、その関係で一緒に冒険に行きます。でゲームプレイに関してね早速まあ、プレイしながら見せたいと思います。さてまずねおすすめなのはこのジョイコンが離れてる状態で、遊べることです。それはねまあ、ゲームでもおすすめされてるので、で僕はねちょっと変わってる印象じゃないですか。今アイスクリーマーの格好になってます。ちょっとアイスクリーマーっぽくない、その正面がまあこのゲームがねいろいろと、まあ、まあまあまあその昔ながらのゲームのちょっとしたねものが入ってるんで、それを探すのは結構楽しいです。まあ、番組の後半もちょっとねそういうものを紹介できればなと思ってます。さて操作に関して、まあ Nintendo 64に登場した操作と似たものがたくさんあります。例えばねこうしゃがみながら長いジャンプができたりとか、三段ジャンプとか、できた、なかなかね喋りながらねいつもねできないっていうことは醍醐味ね、私の癖なんで、まあ宇宙帰りとか、しゃがんで高い順番できたりとか、まあそれは、昔からねダイブとか昔からあるんですね。でこう回転しながら進めるし、しかもこう振れるとこう振るとさらにねスピードアップできるので、これも結構面白いです。でまあ大体ね基本の操作はこんな感じで、で新しいなのはこのキャッピーの操作ですね。キャッピーはジョイコンを振ることで投げます。でしかも角度を変えればその投げる角度も変わるんですね。で両方例えば縦投げるともうまっすぐ縦に送ります。で両方に横を振るとこう自分の周りにキャッピーを回します。あとは Y ボタンでも投げることができますので、 Y ボタンを押すと投げます。でしばらく押すとそのままね一定の時間でそのまま回りますので、それをね使ってジャンプしたりとか、もうちょっと遠くジャンプできたりはします。でこのキャッピーの一番の特徴はキャラクターというかモンスターなどを乗っ取ることです。キャッピーをモンスターに送ることでそのモンスターを操作できる。でモンスターがさまざまな、まあ、特徴があるので、その特徴をうまいことを使って、まあ、パワームーンを探しに行きます。まあ、このゲームがねまあ、スーパーマリオ64と、まあ、スーパーマリオサンシャインやガラクシーと同じく、パワースターじゃなくてパワームーンを探して、進めていくっていうことですね。まあ、任天堂スーパーマリオ、スーパーマリオ64とちょっと違って、まあ、モンスターを集めることでオディセ号っていう自分の船に、そのパワームーンを上げることでどんどん遠く飛べるっていう形ですね。で、まあ、スーパーマリオガラクシーと同じ感じで、まあ、2と同じ感じで、まあ、どんどん違うステージに飛べるようになります。まあ、スーパーマリオ64の場合は、まあ、自由にね後ろにまあ、自分なパワースターあれば好きなドアを履いて好きなステージに行けるんですけど、これはちょっと違いますね。やっぱりこのステージに来てステージに十分モンスターを集めて次のステージに行ける。で途中で、まあ、選んだりはできるんですけどね、今すごい暑い、この格好で暑いらしいでそうですね、格好によって気候に合わせてこうちょっとマリオのちょっとした動作が変わっていきます。でこのゲームのすごいのは、パワームーンの数ですね。任天堂スーパーマリオ64の場合は全部で120、パワースターがあったんですけど、
このゲームでちょっとメニューを見せますと、このメニューでマップも確認できるし、 Y ボタンを押すとさらに、こうゲットしたパワームーンの一覧があります。でこのステージだけで、まあ、僕は結構たくさん集めたんですけど、このステージだけで今69になってるんですよ。一つのステージでしょそう考えるとなステージもたくさんあるので、やることが山ほどあります。しかもね、ぜひクリアしてほしい。メインセナリオをクリアするとさらにいろんなサープライズが待ちますので、もうこれは一度クリアして、で僕はクリアしてからまたやることがたくさんあるから、めちゃくちゃ楽しい。とにかくね、楽しいゲームですね。コントロールも文句なし、中身面白いし、 ID もたくさんあるし、あとはこのなんか懐かしいちょっとしたものがありますね。例えばラジコン、このゲームでラジコンが遊べることができますが、そのラジコンのバックミュージックがマリオカートになったりとか、途中で、ジャンプとかいろいろとやると、たまにね、スーパーマリオ3の音楽になったりとか、洋服でもね、今ねアイスクリームバーになってるんですけど、洋服の中で例えばドクターマリオとか、これちょっとねお見せしますけど、今こうあまりね全部の洗濯見せたくないので、洗濯してる時にお見せしません。何でしたっけ、探してます。洋服がいっぱいありますから、その中にね探すのは大変で、洋服をゲットするのにそれぞれの国に紫コインっていうね、コインが隠されて、そのコインを集めることで店行けば洋服買えます。ほらこの洋服分かりますか。分かりますよね。これね、マリオプリクロスの洋服です。ゲームボーイに出たマリオプリクロス、今こっちで持ってます。これゲームボーイ、フランスだね、フランス語版のゲームボーイで買ったゲームです。これすごい楽しかったです。まあこういうものはたくさんあります。あとはまあスーパーマリオ64に出た、まあ似たモンスターがいたりとか、恐竜がいたりとか、そういうちょっとしたものがたくさんあるので、まあ、時間あればぜひ探してみてください。まあ、大体ゲームの紹介こんな感じですね。本当にね面白いです。こんなにねハマったのは久しぶりですね。そこまでは本当にもう人生がおかしくなるぐらいな感じで、もうゼルダもすごい楽しかったんですけどね、スイッチのゼルダ、このマリオもすごい楽しいだけど、やっぱりこのゼルダとマリオだけでね、いやもうスイッチが十分楽しいですね。だから今度またねいろんなゲームが期待するんですけど、でももう結構早い段階で、マリオとゼルダが出るのはやっぱ嬉しいです。このゼルダとにかくね、あゼルダじゃなくてこのスーパーマリオはとにかく楽しいです。番組ね最後まで見てくれてありがとうございます。まあこれぐらいね終わりたいと思います。できればまた今度、ゲームね紹介したいなと思ってます。まあたまにでいいんじゃないですかね。まあもっと本当はねもっとゲームの話したいんですね。あとはレトロゲームとか結構さっき最近ずっとそう同じことを言ってます。まあとにかくね今日はここまでです。番組最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた近いうちに、さようなら。